今ここで見ていただいて、あと一番、興味が惹かれるというのはおかしいですけど、ここになんか白い器官、ここにも白い器官、ここにも白い器官がある。これがですね、オスの生殖腺です。で、これ見ると成熟が進んでいると言っていいと思います。まず今日はですね、イカの生殖腺を取ります。スルメイカの。で、オスの生殖腺を取った後、今度は直腸から逆にたどって胃袋、そして食道、そして口までを見るような解剖をしていきたいと思っています。もうこれから本当の解剖になってくるとなってきます。まずですね、この内臓やなんかすべてこう薄い膜に包まれてるんですね。ですから全部がむき出しになってるわけじゃなくて、これ一つの袋、大きな袋に入ってるというふうに思っていただくといいんですけど、この袋をですね、まず真ん中辺でちょっと切っていきます。で、開きましたよね。これで中が、体の中が入ってくるわけです。この眼科バサミが切れなくなっていい。ダメですね。今ここを切りました。この後ろにある白い大きな部分、これが精巣です。この部分ですね。この部分大きいですね。大きいですね。まだ精巣がすごく大きい状態ですね。で、この精巣って何するかというと、精子を作るわけですね。で、精子を作って、今度油性管に送ります。これが油性管ですね。この管になってますけど、この油性管の中でこの精子がどん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 貯められてですね、これをイカの場合はさらにここに、管があるところがありますけど、ここのところで、精鏡に、まあ、精子の詰まったカプセルをですね、ここで作って、ここに今後ろのところ、これがここに精鏡嚢っつって、精鏡の入った袋があります。ですから、ちょっとこれをですね、分けてみましょうか。白子みたいに食べれるものなんですか？食べようと思えば食べれると思います。シャーレを一つください。これが精巣です。こんだけ精巣が大きいってことは、まだ若いんですね。どん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 精子が作られてくると、この精巣がもっとちっちゃくなってきます。で、小さくなって油性管、それから貯精のこの辺がどんどん大きくなってきます。今これが精巣を取りました。これは油性管ですね。この管みたいです。はい。はい。で、ここの袋が貯精のこれですね。ぐにぐにぐち。で、こちらにあるのが、今度は精子の入ったカプセルを作って、カプセルを貯めている精鏡嚢って言います。精鏡の入っているところって少し硬そうな。ここがね、で、精鏡って硬いんですよ。精鏡っていうのは、さっき言った基腎質の、鞘ができてて、その鞘の中に精子が入ってる。ですから硬いんです。これが陰茎ですね。そうか、これここにあったんだ。ごめんなさい。これは私が聞きました。これが生殖腺のあれですね。つながりです。ごめんなさい。ここで私切っちゃったみたいですね。精鏡のとつながっている器官。精鏡の入っている陰茎、まあ、ターミナルオーガンって言いますけど、もうこれ出てきましたね。これがみんな精鏡です。このターミナルオーガン、まあ、我々陰茎っつってるんですけど、この、まあ、精鏡が出るところはちょうどこの辺に開くんですね。ですから、これが
この辺にこうついてたわけですね、こう、こんな格好で。へー。ですから、こっから生協を出すと、これがちょうどまたこう、これ開いてるわけじゃなくて、こういうふうになってますから、これがロートに来ます。ロートの方にこの生協が出てきて、今度はこのさっき言った第4腕。はい、こちらですね。この第4腕が、その出てきた生協を掴んで、それをメスに植え付ける。メスのちょうど口のここの胃口膜っていう、まあ、口の周りの膜にですね、その生協を、この生協を押し付けるんですね。で、押し付けるとこの生協このままくっつくんじゃなくてですね、これが反転して、人間ではいかないですけど、こうつき押し付けるとこれが反転して、なんか動き出すよね。あ、出てきた。これが精子が入った袋になりますね。あ、違う。これで、ね、まだ、もうこれできてる。この一番下、ここのところが精子が入った袋ですね。はい。で、これが、ここの部分だけがちょうど膜のところに植えられるんです。ここの中、全部じゃなくて、これの、よいしょ。この部分ですね。今、取りましたけど、この部分。これが精子の入ったところですね。精子の入った袋。ちっちゃいです。ですから、これがいっぱいこの間植わってたでしょ、はい、口の周り。これを植え付けるという。あれ、なんで動いてるんですか？これね、すごい動いてるっていうんじゃなくて、この中の バネが入ってるんですね、これ。あ、そう。だから、これ生きてるわけじゃないんです。この中にバネが入ってて、これを叩くと、そのバネが動き出して、中のものを引っ張り、押し出してるという。この状態でピンとやると。出てきましたね。イカの場合は精子の入ったカプセルをメスに渡しちゃう。で、普通魚だとか、まあ魚は特にそうですけど、オスとメスが一緒になって、メスが放卵した時にオスが放精して受精させる。ですから、オスとメスがいなくちゃいけないんですけど、イカの場合はもうその前にですね、この精子を渡してありますから、メスは一人で、スルメは一人のメス一匹で卵を産みに行けるんです。ですから、オスとメスが一緒に行動する必要はない。どっかで交接をすれば、そのまま産卵場に行ける。というのが、スルメイカの特徴ですね。イカの中にもそうじゃないのもいます。オスとメスがそばに寄り添って卵を産むやつもいるんですけど、うん、スルメイカっていうのは、そういう、交接をして、産卵をする前に精子を渡す。おそらくですね、外洋の広い海に住んでいるイカっていうのは、そのメスとオスが出会うチャンスっていうのがあった時に精子を渡しとかないと、産卵場まで一緒に行けないっていうこともある。そんなことで、そういうようなその生殖の方法になってきたんだというふうに思いますけどね。これが油卵感染、大体もこの奥にあるこれ卵巣です。